横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから、今日うで46年になります。母・早紀江さんは、生きている間は助けてあげられるよう頑張りたいなどと思いを語りました。生きている間に、私にできる限りのことだけはあの怠けないで、頑張って助けてあげることができるように頑張,頑張りたいとこれからも思っています。 拉致された当時13歳だっためぐみさんは59歳になりました早紀江さんは絶対取り返すという思いを持っているとしました一方で先月拉致の実行犯の死亡情報が日本側に寄せられていたことが明らかになりました日本が知っていてなぜあのもっと早くに、ね、教えてくださらないのかなっていうものすごい不信感はやっぱりありますね 政府に対して情報の共有を求めましたまた、金正恩総書記にはあなたのかわいい娘が同じ目にあったらどんな思いか考えてくださいと子を持つ親としての思いを口にしました。